スタートしましたホントコースタート11番イースターパレードそのまま飛び出すかしかし横一線内から気合をつけて3番ビンテージチャートしかし真ん中から7番のプラントハンター出ていきましたそのうち押して5番のアルムダプタ2番手から先頭に立ちます さらに11番のイースターパレードいきません3番手うち3番ヴィンテージチャート4番手13番メタギャラクシー外目から5番手に上がりましたその後マ馬群の中からは6番のセーカ・フォルテさらには9番のストロング・バサラ1コーナー回っていきましたまず抜けたのは5番のアルムダプタ先手を主張してリードを5馬身ぐらい取っています 2番手に7番のプラントハンター2コーナー回ります、1馬審判差、3番ビンテージチャート、早めの競馬3番手、そして控えて11番イースターパレード、3番手2頭、向こう上面に出ました、その後ろ6番の聖火フォルテ、その後13番メタギャラクシー、さらには9番のストロングバサラ、あとは1馬審査、中段後ろに2番の平僕マジック、外10番のビットリオ・道路、これも後方です。 あとは2バシンが来ました。4番コスモ1タイ1イ800を切ってインコース1番スターバリオン5馬身、6馬身がいて後方2頭8番オメガスカイ3そして最後方12番のベストディール3コーナーカーブを回っていきました600標識先頭は5番のアルムダプタで通過リードカナダ半分7番プラントハンター2番手その後一馬身差11番イースターパレード気合いをつけて3番手そしてインコース足を食べる3番ビンテージチャート第4コーナーカーブあとは13番メタギャラクシーそして後方から進出 開始は10番のビットリオ道路第4コーナーから直線コースに入りました中段後ろ馬群のやや内め2番の平僕マジックも内を狙っているさあ今度は11番のイースターパレードそして内は食い下がる7番のプラントハンターさらに内からは3番ビンテージシャート3頭が広がってさらに狭いところから2番の平僕マジック大阪から1番のスターバリオンも強襲している前は広がった激戦ゴールイン